What's Hip Hop? なんか、なんだろう、アメリカってああいうジャンルが生まれた理由っていうのは、それこそまあそのもともと DJ クールハークって人がジャマイカから来て、ね、そのジェームズ・ブラウンのアナログとかのブレイクの部分だけを何回もつないで、あ、そんな面白い音楽の聴き方できんだ。でそこになんかマイク持ってる人が、ヨーヨーこいつは最高な DJ クールハークだぜみたいなこと言ってる、あの盛り上げ役の人が、まあ俺もみたいな、俺は最高なラッパーだぜちなみに、みたいになったのが発展してって、なんだろう、当時のニューヨークってすごくあの犯罪の率も高かったし、やっぱギャングの抗争も多かったんで、そういう中でいかにそのクリエイティブなあのアウトレットとしてヒップホップを使えるかっていうところで、やっぱヒップホップが大きくなっていったので、バイオレンスじゃなくて音楽やろうよみたいな、そういうあの一面もあったので、なんかちょっと全然カルチャーが違うっていうか、なんだろう、あのポジティブな方向に持ってこうっていうか、ヒップホップを使ってちょっとベンツ買いたいっていう夢がなんか現実化されそうとかね、ヒップホップを使ってモテるとか、ヒップホップを使ってこういうジュエリー買えるとか、そういうなんかこういう低い場所から高い場所に行こうぜっていうものだったんで、あの日本と根本的に違うのはそこですよね。日本って基本的に裕福な国なので、なんかね、いろんな経済状況がそんな麗しくない人だとしても、普通に仕事したらそんなにね、あのある程度のお金は得れるし、そんなになんかもうきついみたいなことっていうのはやっぱ自業自得だと思ってるんですよ、ぶっちゃけ。だからそこはちょっとアメリカと比べるポイントじゃないかなと思うんですよ。